はい、8日目行ってみましょう。お、最初はなんか焦りましたね、私。基本の腹筋です。吐いて上がってゆっくり降りて、吐いて上がってゆっくり降りて、ちょっとね今日急ぎ気味ですね吐いて、お腹固く絞って上がっていきます。肩甲骨が床から剥がれるところまでで OK です。さあ2つ目は膝と肘を近づけていきますが、少しお尻をね上げていきます。小さくですが、よいしょ。これも急がずに、よいしょ。お腹絞って、振り上がった時腰マットに押し付けて、お尻浮かせて、はい。さあ今日からはプランク系のことをやっていきます。まずストレートアームにしていきます。それで膝を胸に向かって引いていくイメージです。吐いて絞って、吐いて絞って、よいしょ。お腹硬く絞るイメージです。さあ次はちょっと似て見えますが、横に向かって足を開いてタッチしていきます。軽く床タッチ、タッチ、よいしょ、よいしょ。腰落ちないように上体上にキープ、肘まっすぐ、よいしょ。どしどしと置かないように軽くタッチ、戻って。さあラストプランク1分です。なんか今日私お尻上がってるんですよね。ダメですね、疲れてますね皆さんも無理はしないようにしましょう。さあこっからの1分が長いんですよね。でももう少しです、頑張りましょう。で、プランク系のことをまだできないよっていう方は、まあ、無理せずに、基本の腹筋系最初の1週間の部分を、やってみるとか工夫してみてください。もしくは最後のプランクは膝をついてやるなどの工夫をしてみましょう。あともう少し、なんかこれ辛くなってくると、とりあえずちょっとだけ振動させてます。私は体を、お尻上だな、これちょっともうちょっと下げていくべきですね。明日見直します。はい、お疲れ様でした。こんにちは、ダイヤちゃんのボディメイク本命ボディメイクスタジオパーソナルトレーナーのマリです。さあ先ほどの動画は私が配信している痩せ骨ラインアップからリクエストいただいた2週間の腹筋チャレンジ動画になります。2週間、少しずつ変えた腹筋を毎日各3分間ずつ配信していきますので、ぜひぜひね一緒に参加いただいて、ペタンコーナーか夏に向けて作っていきましょう。2週間継続してチャレンジしていただきたいので、やりましたという方はぜひぜひコメント欄とか、LINE アットにお返事くれると嬉しいです。ちなみにこういうエクササイズ動画を出すと、私が提供しているオンラインであり直接パーソナルでありの生徒様に、こういう腹筋やらせてるんですかとか言われるんですけれども、生徒様にこういう腹筋をしていただくことはほぼほぼないです。他の方法とかを使っていくので、ただ動画で一緒にやりましょうっていうこの企画は腹筋に集中的にアプローチできるので、ぜひぜひねやってみてください。それでは夏に向けてお腹絞っていきましょう。